こんにちは、あ、こんばんは。こんばんは。こんばんは。リップの色今ね足した。こんばんは。12月の公演申し込みありがとう、ね、昨日楽しかった、ありがとうございました。え、今え、ツインテールのイベントって始まっとる。イルミネーション行った仕事帰りにね、サーヤンとね行ってきました。さっきちょっとだけ、ほんとね、もう見たのもう15分とかのレベルなんで。今日足してツインテールって聞いて、私はこのゴムを2本持ってきました。よいしょ。ツインテールのこれを持ってきました。今からここで作り上げていきます。ちょっと今日仕事でさ、おろしとったけ、髪。今日がツインテールの日なの？今日は高めでお願いします。ねむこちゃんいる、ねむこちゃんいるじゃん。いいよ、高めね、わかった。髪伸びたので高いんですよ。高いのできるんよ、自分。わかりました、ご要望通り高くしましょう。多分これぐらいは出るはずやけど、髪の、あえ、ちょっと待ってね、僕は結ぶの大丈夫かな、下手くそじゃないかな。ちょっと髪の長さが許す限りは高くいきたいんだけど、失敗した、失敗した、なんか変になった。ここチュンって出た、待って、チュンってな、スイカ食べた、スイカ食べてないよ。なんかイベント達成とかあるんじゃんけ。え、待って、こっちの、こっちの方が薄いい、こっちのゴムの方が薄い、ごめんなさいね。わかんない、多種でなんかあるのか、多分あるはず。ツインテール似合う服なるほど、可愛い系のお洋服がいただけるということか。だいぶさ髪がさ伸びてきたてさ、ピョンってならなった、なんかあの髪が。お話し会ありがとね、昨日。いや楽しかったな、本当に楽しかった、めっちゃ笑っとった。自分声めっちゃでかくて、お話し会するとめっちゃなんかテンション高く、めっちゃ話しちゃうから超うるさいやつみたいになる。緊張しましたか？
似合うじゃん。似合う？どうですか？ちょっと絶対さっき真剣な顔しちゃったわ。ごめんね。ちょっと真剣。今日と明日で5万ポイントで、あ、そうなんだ。ちょっと待って、これもちょっと後ろにしたい。せっかくやるならこだわりたい。このな初話か、ありがとう。また話そうね。もう昨日めっちゃ楽しくて、ほんまにみんなと話すの。どうですか？びっくりした。ツインテールがさ、こんな感じでさ、自分じゃできんわ。もうこんなレベルでさ動いとって面白かった。ありがとう。もちゃもやで、もちゃもやってみようかと思ったけど無理だったな。泳がんかった。あと前髪がお礼するね。ついてるのなんとなく感じる。え、嬉しい。今日ね、今日ちょっとくっきりメイクかな。いえ、Thank you。 こんばんは。かわいい。活発な少女に見える。嘘、活発そうですか？活発そうか。スリップ濃くしとこう。ツインテールで、そう濃くしたらいい感じになる。こんばんは。
メイク用品にはイチゴ乳分。メイク用品のイチゴ乳分。月にカウントしぽくはなくない、でもぽいかな、うさぎちゃんぽい。こんばんは。ちょっと違うね、ちょっと違うよね、もっと高いよね、もっと髪長いけさ。ツインテールかわいい。ドリミネーション見に撮ったん間違いましたけど、すれ違っとったかもしれんね。でも自分さ、サーヤンとさ一緒にさちょこっと行っただけなんよ。だからあるかもだけど、地上生活でこの髪してた時はないですね。うさぎちゃんめっちゃ足も長いけど髪長いはず。ツインテールすると5歳幼くなる。そう、そんなに幼くなっとる。日常でツインテールしないしないよ。じゃあ私はねむこちゃんのツインテール写真待っとるね、 LINE にて。こんばんは。セーラームーンの世代ではないけど、いいな、もちゃだけどいいでしょ。きつ、人にやらせたじゃん、高くねって言ったけ、高くね髪の長さ的に高くは難しそうやけどねここでツインテールしてる子、え、こんな高くはしてんの。ツインテールこれで公園出てくる公園ね、ツインテールでやる日もあると思うよ。髪伸びてて気分によっては。みんなツインテールありがとう。すごいリボンとかもある。どんくらい高くしたの、どれぐらい高くしたかな。いや、これよりは高くしたことない。短かったんよ髪が。だから前やっとったツインテールはチュルンってなってたから、なんかピヨーンみたいになってからなっとって自分はもう伸びたけ結構高くてもいける。でももっと高くなったらもっと高くもいける。そんな髪だ。そうめっちゃ言われるんですよ、お話し会だと髪が全部映るので、なんかこんな長かったっけって言われるのと、配信ちょっと長く映るかもしれん。語彙力、語彙力、左右の長さ違う、これ多分くくり方の問題やかな。多分こっちがちょっとこうなんかな。スクショタイムいいよ、ちょっと待ってね。じゃあ多分ね、こっちのくくり方の問題だと思うんだけど、どうだろう。なんかこっちが高く、あーでもこうやって向いたらほら一緒なんだよ。こうやって多分こうやって向いとるけこっちが短く見えるんよ。じゃあね、こうやってこっちはこうやってくくった方が配信だとよく見えるはず。
やりすぎたやりすぎた。うん、それぐらいかな。ツインテール取ってね。どうしようかな。いい感じですか？足足も。あざっとできてました。今日はな、これも取れた。取れた。あなた取ったんかい。君取ってた。ねむこさん取ってたんですか。いりますそれ本当に。もう私の匂いすぎてます。ありがとう。こんばんは。残業の疲れがほんまに？それはよかった。みんなのお仕事を生誕祭もツインテール本当だ。出てる。16000ポイントって出る。ありがとう。生誕祭平日になり、うん、ねえどうなんだろうか。自分も聞いてない。まだわかんないって言われていたから早く知りたいよね。クリスマスもクリスマスもいいついてる。年内間に合うかな。でもさ、私1月になったとしてもさ、それでも土日がいいんだよね。みんながさ土日やっぱお話し会とかの時にみんなの話を聞くとやっぱ土曜日とかがやっぱ一番いいけ、平日やとしても結構早めに知らせてくれんとさ、みんな休みなかなか取れんじゃん。だからもう平日になるやったら早く教えてほしいし、土日やったら嬉しいしって思う。結
こういうとこ私はもう土日派だな。1月の連休は分かんない難しいんじゃないかな。1月の連休はいつもそこら辺お休みな気がする。どうなんだろう。足がしびれてしまった。痛い痛い。足が今釣る準備してた。足釣る準備しとった。危なかった。もうちょっとあれだったな。釣ってない。大丈夫。そうよね。なんかもう早く教えてほしいよね。みんなもさ、この日はさ来たいって言ってくれとるけさ、なんかそれだったらやっぱみんなと会える日がいいじゃん。自分もさ生誕祭するやったらみんなやっぱモモのこといつも応援してくれてる方々といっぱい会いたいしさ。そう正座してた癖でね、結構正座しちゃう。おこ、待ち遠しい緊張するけど楽しみ。うん、生誕祭来たいってみんな言ってくれとったけどね。それはね、私も会いたいなみたいな。会いたいな。スピーチ考えない。そう考えないと。かわいい。ああ、サーヤとそう同じ日の生誕祭もあるし、あ、そう、オキさんと誕生日一日違いやけ、その可能性もあり得る。そうそうそう、サーヤも近いんですけど、オキさんと一日違いかな。で、ココアさんとも2日違い。すごいよね、自分のさ誕生日の周り結構同じ近い人が多い。ツインって可愛い。やった。んちゃんと一日違い。あ、そう、お話し会しとっても結構近いですって方々多くて嬉しかった。そうだ、一日違いだあ、ツインテール泳いどる。めっちゃ可愛いめっちゃ可愛い。これ好きもツインテール泳ぐやん。めっちゃ髪が長いでしょ。31に年越し生誕祭。あー泳いどる。え、かわいいめちゃ気に入った。おありがとう。ごめん、たくさん。ちょいん、泳いでんのか。え、違うの、泳いでないのあれみたいじゃない、バタフライみたいじゃない。な、もーちゃん泳げてない。私泳げてるよ。ハマったね、ハマったえ、サーヤも好きそう。めっちゃおもろいよねこのめっちゃ面白い。
ツインテールイベントは全然多分まだやってないと思うよ。飛んでる、あ、飛んどるんか、お自分泳いどるんかと勝手に泳いどるかと思った。なんかさ、ここからここまでさ行ってほしい。でここら辺で止まるけ、全部泳ぎ切ってほしい。最強ツインテール歌えるかにゃ。明日歌えたら歌うね。ちょっと聴いとく曲全部、ちょっと不安じゃけ2番とかが。こんばんは。明日も来なきゃだな。明日も通院しようかな。明日、今日と明日なんでしょ、イベント。やけん。明日、二日しようかな。明日、うん、多分夜は大丈夫なはず。ねむこちゃんもモノマネ。ねむこちゃんは本当、あれよ。モノマネは結構。ジョーさんがフロントだ。私ね、その最強ツインテールの MV めっちゃ大好きで何回も見てたけど、自分で歌ったことがないけちょっと不安なんで聞いてきますね。めっちゃ可愛いですよね。そう、ねむこちゃんはなんか自分がね、お友達と、あ、ねむこちゃんもお友達との写真送ってくれたから、自分もあれ送ったんですよ、カラオケ行った時の写真。じゃあなんか、そう、自分も遊びたいって言ってくれたんで、すごい嬉しかったです。元推しのセンター曲なんて、なるほど、そうだったんだ。めっちゃ可愛いですよね、もう本当。好き、あのMV 結構ほんまに見とる。てか、ね、結構加入する前から見とった。ねむこちゃんもカラオケするの。する？でも一緒によく行っとったよね、昔。恥ずかしいよ。私、暴露暴露してる人だけ。ツインテール、かわいい。泳いどる、かわちかわち。リーネさん、リボンありがとう。ティスティンさん、くまちゃんありがとう。リチャードさん、あリチャードさん、リボンありがとう。ゼータさん、かわいいありがとう。クックさん、くまちゃんありがとう。マックンさん、めっちゃかわいいありがとう。モカロ侍さん、ツインテールありがとう。シゲさん、リボンありがとう。なりきさん、かわいいありがとう。ピアノピーさん、ツインテールありがとう。シイタケさん、バラありがとう。スタング大佐さん、リボンありがとう。エビ様さん、クマありがとう。リクンさん、ハタありがとう。トクちゃん、リボンありがとう。のピアノマピーさん、ツインテールありがとう。電話監督さん、ツインテールありがとう。韓国のアンちゃんさん、ツインテールありがとう。クッちゃん、ツインテールありがとう。てっくんさん、ツインテールありがとう。はるさん、リボンありがとう。あすこさん、リボンありがとう。ガスユーティーさん、ツインテールありがとう。マピアノピーさん、ツインテールありがとう。ツインテールの女の子の表情がかわいい。なかなかね、外ではできないから、ここまで高いのは。ほんと、こういう日があると自信持ってできる。ねむこちゃんは鼻だれ歌えるの？歌えるかは知らんけど、ねむこちゃんね、乗せたりとかはしてないと思うんですけど、
花だれのダンス覚えてくれて、その TikTok 撮ってくれて送ってくれたんですよ。私もよくなんか動画とか送りつける人なんで、よくそう、これだれって言ったらみんな振り返る浮くよね。私ツインテールで外行くこともあるけど、下だからさ、すごい、ね、あの TikTok の方の踊りをねやってくれとったん、ね、くまちゃんが太る肉まんか、かわいい。ツインテールにも、あ、それもいいね。リボンあるかな、やっとったよね自分。なんか肉まんかな。こんばんは。二人で花ポーズいいね。あのね、今度公園でも見たい。やったー、嬉しい。肉まん、Thank you。ガンバさん、肉まんありがとう。おー、いさしさん、ついてる、ありがとう、がっこくなちゃん。肉まん、ありがとう。おいしそう。あ、猫もパカッとしてる。かわいい。生誕さん、ありがとう。ねむこちゃんに生誕の手紙書いてる。え、絶対だってさ、ねむこちゃん連絡方法がないのにさ、首が細い、首細い、わかんない。自分の首ってなんか人とどうなんだろうって、その長いのか普通なんかもわからんし、何がいいのかもわからんから、どうなんだろう、ね、首ってどういうのがいいか全然わかんない。お手紙どこに送る。あのね、お手紙本当はね、なんか多分依頼が来るんよ、お手紙の依頼が来るんじゃけど、依頼が来るんだけど、ねむこちゃんへの連絡方法を私以外が知らないから、そうなの、書いてくれんの、セタのお手紙。やる気ままに、まあ、それな、自分からお手紙送る。大丈夫、さんの、うん、お、星になっとる。手紙は私お姉ちゃんかな、前回は。それで、あ、すごい、 LINE で友達、ももライブやってんのかな。そうだよ。できた、なんか話しとって、そうだよ、ライブツインテールでライブ中だよ。そう、手紙は。でもね、ねむこちゃんはね結構お手紙くれるんですよ、生誕とかそういうのじゃなくて普通にプライベート。はい、おでんでやけどして、そう、私の横でおでん買ってたもん。見たよ、熱そうだった。お手紙送りつけて。STU のお姉さんとかにお手紙、やってるね、わら、はいと言ってきた、やってるよ、見られたな絶対、今私が配信してるの。学校の子に、おちゃんの横でなんかね、暑かったらしい、あれが、お味噌汁じゃ、お味噌汁じゃん、なんて言って、汁が、おでんのつゆ、手紙もらう、
いやそうよ、だんだんなんか大人になってくると手紙をもらうってことはなくなってくるよね。つゆ、いやお味噌汁を買ってない、私がつゆのことお味噌汁って言っちゃっただけ間違えたの、間違えたの。こんばんは。おでんの紙のやつ、よいしょ、ちょっと待って、あったこれだね。でまたね筆箱取ってきて、あ、来た。今日はズボン、LINE とかあるから、そうね、 LINE とかがあるけもうすぐね送れるから。もかはねまだ年賀状あんま書いとらん。手書きの手紙あったかい、あったかいね、幸せな気持ちになるよね。でも私ねお手紙書いてもね自分の伝えたいこと全部書けんのんよ、語彙力なさすぎて。言葉で言ったら伝えれそうなのに手紙に書くと急に分からんなってさ。みんなお正月来るからもう年賀状の時期で大変やね。あれなら書いたよ、みんなに送る年賀状のやつ、当たった人に届く年賀状書いたよ。したらさ青木さんが「もう絵変わってないじゃん!」って言われて、ねえ変わってなかったらしい、朗読の頃からの絵は変わってなかったらしい。いや絵下手なんですよね。ツインテールでしとりましたって来たんやけど、バレとるやんめっちゃ見られとる。ヒロピアから成長の質を、絵はね売れないよ自分は。読むんって言って読むよ。こんばんは。むしろ変わって派手にいやツインテール、あ、分かった、今からツインテール、ここはちょうど書いとるけん。こんばんは。定期的についてるのかと思って、そんな決して
ティンさんありがとう、ミミーさんありがとう、現場監督さんありがとう、モンブランさんありがとう、クックさんありがとう、ハイズさんありがとう。やばい、もうモーカの LINE で見たい、何のアプリって来たんじゃけど、モーカの配信をもう一人見る子が増えてしまう。ネモコちゃんを見てるのに3人見とることになってしまう。こんばんは。コーチの子じゃない、学校の子です。今私の配信を見ようとしてるのは。しんゆちゃんはねむこちゃんが見とる。コーチの子はねむこ、ねむこちゃん今いるかな、どうだろう。行ったらしばかれますか。いいよ別にいるよいいよ言っているよ、ねむこねむこいるよもうさ、みんなもう仲良しやもんね。ねむこちゃん、ねむこちゃん来てたらみんな喜んどる。どんどん増える、どんどん増えるね。まだちょっとついてる。ねむこちゃん推しが増えてます。ねむこちゃん推しが増えとるん、ダメよ。え、めっちゃ可愛く描けたんじゃけど、めっちゃ可愛いよこれ。明日はどういう感じしよう、巻き巻きツインテールしようかな、どうしようかな、悩みどころよ。気が向いたら現れます、仲良くしてくれ気が向いたらね、来てくれとるね。結構最近来てくれとるけどね。早く高知に行って遊びたいわ。可愛すぎて職場の頃シャコで拭いた、拭かないで拭かないでくれありがとう。明日もつい、明日もつい、そうよ。ツイッターもさ、ドリミネーションの写真載せたて見てね、ツイートしてね。一気に疲れが取れた、それはよかったわ。あ、めちゃあのペンの色がさ、お姉ちゃんのペンライトカラーになったわ。前の、今は緑やけど、ちょっと昔のペンライトカラーの色に染まってしまったとしさん、ツインテールタワーありがとう、昨日いっぱい話して楽しかったです。また話そうね。今日行ったん、そうなの、今日行ったん、そう。可愛くない？これ。最後ブチって。
最後ブチって切れたね。いつも忘れとる。手がちょっと長すぎるな、ちょっとあれやけど間に合った。おおかえり。キュルンキュルンよ、可愛くない？キュルンって、ありがとう、可愛い。少女漫画館かわいっしょ。友達とご飯だ、いいね。久々にのりさんリボンありがとう、まぼろしさん星ありがとう、クリスティンさんありがとう、ミミンさんありがとう、レーマ監督さんありがとう。未来ちゃんっぽかった。え、未来ちゃんっぽいよ。センキューを英語で書けるからね。もうそれ書けんかったらもう致命的じゃん。さやももでイルミネーションした。え、なんかもう私たちはもう私がよくベタベタする人なんで、もうさやの腕をつかみながらつかみながらイルミネーションに行ってまいりました。夜はお仕事の後に。めっちゃいいでしょう。裏山ラブラブやん。そうやで。サーヤとラブラブしてきました。ドリミネーションどれがお気に、なんかねあれがあったんよ、なんじゃっけ、なんやったっけ、メリーゴーランドのやつがあって、でそれで撮りたかったけど、撮りたかったけどあれだったんよ。できたって書いてる子が、これは今入ったってことかな、私だけに見えた。あ、そう、ちっちゃい子に大人気でメリーゴーランドが、でちっちゃい子がいっぱい写真の撮って遊んでたけ、それで撮れんかったけどめっちゃ可愛かったよ。さすがにちっちゃい子がいるのにその後ドケドケーってくるのはもう可哀想すぎるけ、あの見ただけなんじゃけど、座ってすらないんだけど、もうね可愛かったです。グリーンウッドマン、ん、グリーンウッドマンとウッドマンベイビーが今年の、何それ。見たかな自分、そこに混じる。ちょ、場違いのやつ一人おるやんってなる。あ、恐竜いたいた、とやっぱいつものお城のやつかな、となんかあったかな、写真撮る。ぜひぜひ。サーヤンとね行ってもさ、なかなか私たち2人だと写真撮る人がいないからさ、そうあれなの。ももツインテールかわいい、これお友達かなねえ。ぽい気がするんだけど。呼び方がさ、ねおこちゃんに続いて初見、そうこのね、同じ名前の方もファンの方でいらっしゃるのであれなんだけど、こんにちはね。そこで友達になるんで。バレたわ、私もバレたよ。前バレてるよ、私が言ったもん。
私のルームに増えていく。友達の友達、それな、友達の友そう、そう、せっかく来てくれたのに私10時まででブチって来てちゃうのよね、配信が。友達の友達面白くない面白い。うん、私の友達と友達が友達になったらどうなる、どう、ん、あれ友達の輪だね、そうね、友達の輪だね。そう特徴出る。そう、なんかこのね、ねむこちゃんとね、前はちょっと共通点が多いかもしれん。ちょっと似とる性格が、二人とも似とるかもしれない。ねむこちゃんとは知り合いじゃないよ、広島のお友達やけ。で、ねむこちゃんはあの高知のお友達。友達な、そう、なれそう。うん、なれそうな感じする。だから2人ともね、ほわーってしとる感じ。リアルな友達が配信来たら、あー、どうやろうか。時間が来ちゃう。生誕祭の手紙書いてもらう。もう恥ずかしくはないかな。みんなもう私のこのこういう感じを知ってるのでね。五十のあっという間ね、あっという間、明日またやるにゃ、ツインテールで。みんな友達、そうね、みんな友達ですね、ファンの方も含めて。そう、こんにちは、ねむこちゃん、ツインテール待ってます。ツインテール58分、やばいやばいやばい、ちょっと待ってね。まぼろしさん、あとありがとう。ゼータンさん、かわいい、ありがとう。隣のトノさん、パンダありがとう。タカちゃん、リボンありがとう。マイマイさん、もちゃんツインテールしとけんね。あのね、クラスマッチでね、下のツインだったんですよ。私、髪がすぐね、あの乱れるので、なんかあの、ポニーテール、ちょっとすぐ落ちそうになるんで。明日もやるにゃん、聞くね。違う。明日もやるよって。出まーす。13位ののりさんとマーク受け前。え、日本語じゃないありがとう。ジジのゼッタンさん、ありがとう。かわいいもん、ありがとう。ジジのまぼろしさん、ありがとう。ジジの韓国のあんちゃんさん、ありがとう。キミのエットさん、ありがとう。8位のケイシティンさん、ありがとう。おもちゃん、読めん、ごめんね、待って、あとでコメントの方で見えたら読むね。7位のタンプレはちくわ、ちくわちくわはもらえない食べ物。ツインテールはうちいちありがとう。6位の現場監督さん、ありがとう。5位のマー君さん、ありがとう。4位のマピアノッピーさん、ありがとう。昨日はありがとう。